こんにちは、ゆうやんです。以前ね、写実的な、デッサンの上手な人の考え方、マインドについて説明した、動画を作ったんですが、そこにこんなコメントが寄せられまして、ちょっと説明がね、不十分なところもあったかなと、いうことで、今回は補足的な、動画を作ってみました。ではまずは人物の写真を1枚用意しました。これをねパソコンでこう拡大していくと1ピクセルっていうね小さなブロックのこのドットの単位にまで拡大できるんだけど、この黒いドットはね黒とかグレーとか白っぽい色とかで、塗り分けがされていることがわかると思います。でこれをですね、仮に A から D までの、黒グレー白っぽい色っていうふうにこうね鉛筆があったとして、塗り分ける。例えばこの黒目の部分の、黒目の白い光ってる部分ですね、ここを鉛筆で塗り分けるとしたら、ここに A みたいな真っ黒色っていうのは入ってこないですよね。 BCD のどれかで塗り分けなきゃ正解にならないということなんですよ。なのでこう写真とかを見て、一般的にこうワッとデッサンを描こうと思った時っていうのは、その感覚、その人の感覚でこう書き出すと思うんですよ、今実演しているようにね。でこの感覚が、優れてる人ね、正確に描ける人っていうのは、確かにパッと見た目上手な鉛筆がデッサンを描いてるように、見えるかもしれない。でもこうやって描き出すってことはもうこの時点でたくさん狂ってるんですよね。長さの感じとか比率とか、写実的かどうかっていうと、そうではないですよね。写実的に描くってことはやっぱりこう写真が正解だから、写真と同じ角度、写真と同じ濃さで描かなければいけないので、形だけじゃなくその濃淡もですね。だから今これ2倍速で描いていて早く描いているんですけども、写実的に描く時のスピードっていうのはもっともっと遅いんです。今目頭の部分から描き出しますけども、この赤い部分ですね、から描き出しますけども、本当にこの三角形の角度はこの上がり方でいいのかなとか、ちょっとよく見ると薄くなって濃くなってとかね、後ろ目の部分に、ちょっとまつげがかかっててちょっと薄くグレーになってるんだなとかっていうのを考えながら、長さと濃さを考えながら描き進めていくっていうのが写実的に描く時の、考え方というか意識の持ち方なんですね。なので、質問のね、質問じゃない、コメントにあったその物の質感とかボリューム感とかをこう捉えるっていうのがそのデッサンではなくてですね、そこは登場しないんですね。もう単純にその黒く見えるから黒く描く、この長さだからこの長さで描くっていうぐらいなんです。それがシンプルに写実デッサンの描き方です。こんな風に写実的なデッサンを描くときっていうのはもう正解は写真そのものなんで、どんな人が描いてももうゴール目指すべきものっていうのは写真になるんですね。なのでそこに個性っていうのは、出ないので、自分が見える限りはもう例えばリンゴのつぶつぶ1個についても描き切ってやろうとか、人の髪の毛1本も、もう数を数えるぐらい描き切ろうとかっていう、そういう考え方、そういう意識を持って描くっていうのが、写実デッサンなので、そういうふうに、捉えてみるといいかなと思います。